ティベリーズ・コンサーツェル、ティボリ・コンセール・ホール、コペンハーゲン、ホスト・ベニ・オブ・ザ・コンテスト、第9回ユーロビジョン・ソング・コンテストは1964年3月21日に、デンマーク・コペンハーゲンのチボリ・コンサート・ホールで開催された。プレゼンター、ロッテ・ウェーバー。音楽監督の会盲点ン,ンは、デンマークとポルトガル代表の指揮を担当。フランスは、 フランク・プールセルが6年連続で、モナコはミシェル・コロンビエが担当した。放送時間1時間30分。制作 DR デンマーク放送協会。この大会のオリジナル記録映像は DR が1970年に DR で火災にあって消失したため現存しない。16カ国のネットワーク。内数字は参加回数投票方式がさらに変更になった。 各国審査員が各20名で持ち点は各人9点。お気に入り3曲に配分するというもので、配分方法は5から3から1でも6から3から0、9から0から0でもよかった。各放送局はその得点を集計し順位を決定。1位イコール5点、2位イコール3点、3位イコール1点として会場に連絡した。 一国の持ち点がわずか9点で、投票先も3カ国に絞られるため、集計結果の明暗は大きく分けられることになった。優勝は、イタリアのジリオラ・チンクエッティ、夢見る思い。ベルギー、ユーゴスラビア、ポルトガル、イギリス、オーストリア、フィンランド、ルクセンブルク、オランダの8カ国が5点を投じた。会場での反響があまりにも大きかったため、 歌唱後ジリオラが監修に挨拶する時間が特別に与えられた。これは大会史上唯一のことであった。同曲はサンレモ音楽祭でも優勝しているため2巻となった。また、英語版、フランス語版、スペイン語版、ドイツ語版、日本語版も録音、レコード発売されヒット。商業的にも大成功を収めることになった。その一方、 無得天国が4カ国出た。その一つが、ボイコット騒ぎの原因となったポルトガル。それに、ドイツ、ユーゴスラビア、スイスがこれに加わった。なお、スペインは、イタリアが一点を投じたため、過労受手再開を回避することができた。言語、BS イコール、ボスニア語イ,イコール、イタリア語 A イコール英語ランイコール、オランダ語西イコールスペイン語調イコール、デンマーク語読イコール、 ドイツ語ダクイコール、ノルウェー語フンイコール、フィンランド語フツイコール、フランス語ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、リガルースラッシュ英語版、フランス語版。ありがとうございます。